残りは2試合、最後までみんなでやりきろう。ショウスケチャンネル、皆さんボアナジー、どうもショウスケです。さあ今回もやってまいりました、試合当日恒例 FC 東京の試合、試合予想してミッターのお時間でございます。ということで、まあ ACL も終わりまして、我々はまたベスト16の壁を超えることができなかった。ただそれは今この現状でこのチーム FC 東京というクラブを象徴しているような形になって思うし、逆にACL を取れなかったことでルヴァンカップに向けて一つに的を絞ることができるようになったっていうのはありがたい話なんで、逆にこれをねプラスに捉えて、最後のリーグ戦、ACL もないしタイトルもないんだけども、最後までみんなでね戦っていければいいなというふうに思いましたわけで、今回の対戦相手がこちら。さあ今回の対戦カードパン、12月12日土曜日14時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第31節、サンフレッチェ広島戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なあこの日は木の星銀行デーとなっておりますということで、広島さんとの試合でございますけど、我らが元監督城福宏がいるっていうね、広島でございますけど、まず我々としては ACL に行ってなかったメンバーが今回中心になると思うんです。コンセスに関してはだから正直ACL 組はほぼ半分はね休むんじゃないかなと予想するんですけど、その分出てくる選手もいると思うんで、時差ボケだったり、そういうの含めてね、コールしながら戦っていくんじゃないかなと思うんですけど、今回ね予想スタメンも、頑張らせていただいたんでね、まずスタメンからご覧ください。それがこちら。さあでは今節のスタメン予想がこちら。ACL に行かなかった組を揃えてみましたけども、まず、平川麗、アルトゥール・シルバー、木原、矢島喜一、この4人は確実に出てくるんじゃないかなと予想してました。でやっぱり喜一に関してはね、頑張ってもらいたいし、この後も喜一に対しては話はするんだけど、もちろんね今シーズンもなかなかね出番なかった木原とか麗とか、ここでね輝いて本当来シーズンにね向けて弾みもつけてほしいし、特に、レイとキワラは、年も若いしね、本当その分期待もあるんで頑張ってもらいたいなと思います。そして何よりもやっぱこう左ウィングにいてるウッチーね、いいところあるからウッチーにももっと期待したいなというふうに思います。さあそれではここからですね、両チームの注目要注意、そしてね試合予想していきたいと思うんですけど、まず FC 東京の注目選手がこちら、フォワード背番号23番矢島喜一選手ということで、本当今シーズン本当に不遇なシーズンというか、なかなかこう喜一らしさが出してない、シーズンなんですけど、喜一ならね本当もう読んで字のごとく輝ける、一番で輝ける選手、ここ一番で輝ける選手だと思うんで、本当喜一はそのここ一番が今回だと思ってね、本当頑張ってほしいなと思うんですけど、本当喜一の本当頑張ってほしいのよ。もっと試合出てほしいし、もっと頑張ってほしいし、そうだからこそのキーチだから本当ね頑張ってほしいなと思います。そしてサンフレッチェ広島のファンサポーターの皆さん、お待たせいたしました。本当ねいろんなチームのファンサポーターにもこの動画楽しんでもらいたいなと思ったりすんのよ。結構見てるなって思ってほしかでもすんのね、実は。で今回サンフレッチェ広島の要注意はこちら、ミッドフィルダー背番号29番浅野雄也選手ということで、このジャガーの弟ね、これガオじゃないよ、ジャガーだよ、ジャガーの弟。本当兄貴も足早いんだけど、弟ユーヤもねなかなか足早いから、本当期待してるし楽しみな選手だし、今後日本を背負ってくれるような選手になってくれればね、それ兄貴も嬉しいだろうし、サンフレッチェのファンサポーターも嬉しいんじゃないかなというふうに思います。そして今節の試合予想なんですけど、広島さんここ最近ゲーム振り返ってみても、正直ね、引き分けが多い、セレッソ戦終えてから湘南札幌と引き分けできてるんでそうちょっと広島さんねここ最近負けがないんですよ。最後広島が負けたゲームっていうのが、
もう10月まで遡るね。10月24の鹿島戦、そこから1、2、3、4、5、6、7、8戦負けなし、強いよね、うん。で広島さんは1試合ね、あのルヴァンカップ1試合消化できてないんで、まあ終わっていくからしょうがないんだけど、うん、まあとりあえずリーグ戦の8試合勝ち星なしということ、まあ8試合負けなしということなんで、そろそろうちあの土つけたいんで、今回の試合予想は2対1で我が FC 東京と予想させていただきました。さあということで今回の試合のおさらい、パン12月12日土曜日14時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第31節サンフレッチェ広島戦は我らがホーム足の元スタジアムで行います。なおこの日は、きらぼし銀行デーとなっております。どうやらきらぼし銀行デーなんですけど、こちらここに今度出ると思うんですけど、あのバンダナというか配られるみたいなんでね、あのぜひ皆さん、スタジアムに行ってね、もらってみていかがでしょうか。そしてやっぱり今コロナが流行ってきて、今第3波来てるんで、やっぱなかなか怖いなと思う方はぜひダゾーンでご覧いただければなと思います。本当に僕も本当またコロナが流行り始めて、僕も結構今コロナで病んでるんだよ。で昨日の夜の動画見てもらえば分かるんだけど、数時間前の映像ね、本当僕も本当また改めてこのパックコロナのシャツを着ながらね、あの本当もう本当コロナのせいで僕自身も結構メンタル的にやられてるし、仕事から行きたいところにも行けないし、そういう状況だけど、多分それ俺だけじゃなくて、多分多くの人たちがそうだと思うの。例えば彼女がいる人、彼女が会えないとかさ、そういうのあると思うの、正直今ね、うん。で、まあそういうのもあったりするんだけど、まあコロナに負けず前に進んでいきましょう。俺も結構病んでるけど、やられてるけど、まあやれてばっかりでしょうがねえだろうと、立ち上がれって感じでね、なんとか。から振り絞ってやってますけど、まずねしっかり広島叩いて、残り1試合神戸戦に向けて、そして神戸戦の先にあるルヴァンカップの決勝に向けて、みんなでね本当一致団結して進んでいければいいかなというふうに思います。そして、もう一個組んでると思うんですけど、年間チケットの話がね、来ております。年間チケットとクラブサポートのね、更新の話皆さん来てると思います。ぜひね、クラブサポート、ソシオの方ね、まだまだ更新まだだという方はぜひよろしくお願いいたします。そして、ソシオ考えてんだよね、クラブサポート考えてんだよね。正直来年もコロナこの状況だとソシオ買ってもなって思う方いらっしゃると思うんですけども、買って損はない、クラブサポートも入って損はない。なのでぜひ皆さん来シーズンも FC 東京のために一つよろしくお願いいたします。てなわけで、私シュスケ、Twitter、Instagram、TikTok、その他ゲーム配信のミラティブ、そして、ネット配信のポコチャ、ツイキャスやっております。ぜひね、僕のチャンネルの概要欄からね、リンク飛べますんで、ぜひよろしくお願いいたします。TikTok は近々、上げます。はい。やってみたいなっていうのがちょっと出てきたんで、ちょっとやりますんでね、楽しみにしていてください。てなわけで、いやー、要注意、浅野か。青くんも怖いよね、と。まあ、けど、ピーチ頑張れと思った方は高評価、そして、年内300人目標、今ねちょっとここ最近結構ね毎日投稿してて、まあなかなかいいやつはいいでね、結構数字も伸びたりしてるんですけど、まあ、ぜひねこの動画も楽しんでいただければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで、数時間後、ホームね、味の素スタジアム、僕はちょっと今回仕事で行けないんですけども、最終戦、神戸戦も行きますんで、皆さんね、広島戦ぜひ、楽しんできてください。というわけで翔介でございました。ではまたお会いしましょう。アテマイス。皆さんご視聴ありがとうございました。別チャンネルは右側の枠をポチッ。 Twitter などの各種 SNS はチャンネルの概要欄へゴー。皆さんチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。